俺のミジンコが合ってねえのマジで全くいかねえんだけど。俺のミジンコさ臓器まであったのに。じゃあお前の足速すぎだろ。光の速さで蹴られたことはあるかいでしょ。お前あれ正解だと思ったの。やばい、ロイドのツルツルなっちゃった。クーズやるな。ジャグっていうね、ちょっとなんか。ピエロのやつっしょ。そういうあ、そう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 。一番メジャー。ジャグラー。シャコジャグ。シャコジャグ。シャコジャグ。頭が悪い話してるな。いや、今高度な話してます。一応偏差値50でやらせてもらってますけど。まあ、僕も50でした。俺いくぞ？俺52なんで。5。俺でも自分が落ちた高校の偏差値調べたら38だった、うん、今日俺シャルさんの配信とライ様の配信とタヌキ忍者の配信をこう反復横跳びみたいな感じでこうステップしまくってたんだけど、どの試合見てもシャルさん切れてた。一回タヌキさんとマッチングかぶってなかった？ああかぶってましたね。どっちが勝った？いや、味方でタヌキさんがフィードしてるところまで見た。ヨリックで04になるところまで見た。08まで行きました。俺なんなら今日みんなが集まるって知らなかったからね。あ、そう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 、知らなかった。いやいや、ディスコードにはポイントある。ディスコードの通知すら来てない。そのディスコードの URL すら俺のところに来てない。来てない。はい、わかんない、途中で止まってる可能性ある。 URL わかんなくてもうバロやってた途中で。聞けよ、聞こうよ。今ちょうど見返し終わったところですわ。丸々見てたんだ。見てた。いや、まあ飛ばし飛ばしだけど。11万でスイッチ今日世界1位だったし。やべえ。すごい。すごいな。茶川さんが麻雀打って前を上げてる。学校行かずに麻雀。マール。最悪すぎる。河川さんはテストやんなかったんですか？俺はね、問題を監修しちゃったんで。作ろうか。俺だけ受けても意味ねえだろ。次はでも俺も解いてからにしたいな。あ、確かに確かに確かに。俺のミジンコが合ってねえのマジで全くいかねえんだけど。俺のミジンコさ臓器まであったのに。じゃあお前の足生えすぎだろ。あれ。あ、そっか。いや多分ね、なんか基準があるんだろうな、採点した人に。てかさ、光の速さで蹴られたことはあるかいでしょ。お前あれ正解だと思ったの。違う違う、だからもう余裕の表情を浮かべてこのウィットに飛んだ。普通にさ、光が速いって書いたらおもんないからキザルの。そうそうそう、もう光が速いなんて当たり前ってなって、その当たり前を答える問題なんだ。あ、でもなんか俺あのミジンコの顔描いた瞬間俺電流走ったんだけどな、うん、これだって完璧なミジンコのつもりだった。あ、ごめん、俺死ぬわ、もう吐き切るわ。そうね、吐きよ。はぁ、おお、はい、これあるよ。え、ガチある、ドン、はい、おぉ、はい、ナイス、ドン、ナイス、おい、ガチよ。はい、離れて離れて、僕はもう助かりません。おいおいおい、うめー、うまー、ナイスケバーボー、キャリコース、いやキャリコース来た、キャリコース来た。負けたらシャカさんのせいだこれ。おい、ふざけんな。ありがとうございます。言ってみるとオン、トイストーリーがゲーム終わらせに来てる。トイストーリーこれに最後の爪痕。なんかめちゃくちゃ気にしてそうな分の1動きしてる。 0.4% ぐらいしかない。生きりすぎでしょ。さあ、この中で答えは分かるんだ。俺だよなぁ。うおぉー、えぇー、バック育ちゲーミングなんだけど。すごいね。はい、うますぎー。おい、何これ、引っ張ってる。やばい、ロイドのツルツルなっちゃった。いや、拙者のせいです、これ。クーズやるなぁ。おもろすぎ。言い過ぎだろ。よし、おいえ、ほら、惜しかったくね。いた、あー、死んだ、ありがとう、みんな、まだ、あー、まずい、これ、あれ、あー、まずい、あっ、ま、ぶねー、あーっ、あぶねー。おー、なんでこんなところにタワーがあるんだよ。持ってないから、持ってないから。そういうゲームだから。そうか、
おい、破壊、破壊、破壊、何もできないねー。そんなガリガリチャンピオンじゃ。おい、5秒で食らっちまい、湧くぞ。やんぞ、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 やんぞ。これスタイルは真ん中ない。スタイルだ。やれ、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 やれ。棒立ち、棒立ち。動かないことで絶対にいろいろんだよね。動かなければ俺絶対にいろいろんだよね。ここで急にネクサス。いや、俺。おもろ。まずいよ、まずいよ。大丈夫だよ。どうやって負けんの？不動戦法、マジで。やべ、逃げ。やばい。あれ、俺が死んだぞ。ってことは、やっべ、やっべ。ってことはこれ、誰が倒す？これ。これ、俺死んだけど。やばーい。うわー、マナがない。ま、まずい。これクズ狙えば勝てるよって。クズ狙って、クズ狙って。負けたらどうなんだそれ。負けたら。もう拙者が。拙者が最初死にすぎちゃったごめん。一回俺時間稼ぐ。一回ね。うわ、負担かかった。その体を、体があればね。ガチでやばい。やばい。これやばい。死んだらジージー、死んだらジージー。そんなこと言われた。無理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 。やべ、そんな使っちゃった。やばい、やばい、マジで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 やばい、やばい、エンドだ、ガチでエンド、え、ガチで17秒、マジでマジでウェーブ、ウェーブ、命を落としてウェーブ、まずい、まずい、まずい、ダメかも、なんだ、マジで強いよ、マジで強いよ、ダメかも、コントロール回し、コントロール回し、ダメかも、ダメかも、ダメかも、ああ、ビエゴ、来た、ビエゴ、ビエゴドレイブ来た、ビエゴドレイブ来た、うわ、うなんか、うわ、やばい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 、みんな悪いよ。でもネクサス前あれだってみんなやってたでしょ。え、そっか、勝ってたんだ本当は。そうだよ、忘れてた。あそこに5人並んで俺たちの墓が立ったんだよ。なんか無言だな、帰ってこない。空気悪いかなこれ。なんか何の話してんだろうこれ。拙者が犬の中ブスにファームさせすぎちゃった。カスカスすぎだろ。カスカス犬殿。いやー、拙者がファームさせすぎちゃった。寝起き。河川さんのまさのりチャンネルと似たような空気を感じる。何それ。出た。何それ言ったの本人。本当になんでそんな体でかいのって言った。骨格すかね。言ってなさそうだけど言ってそう。本当に本当に言ってた。本当に言ってたんだ。ユーザーさん配信死んだってよ。え、声も死んでるな。てかなんだディスコいねえし。でもなんか動いてはいる。いられてる。ロルだけはなんとかやるの意地悪。あ、ダメだ、動いてねえ。多分今異変に気づいたんじゃないか。やべ、福田さん止まった。死んだ。異変に気づいてキルするのをやめた。なんて向こうが紳士的なんだ。犬井殿が止まってたら俺ら殺してたと思う。配信用 PC 落ちた。まあいいか。ダメだ、お前体力1割だよ。おやばくね。いいよ始めて。あ、いいのこれ。携帯でやってる。大丈夫。いいよ。え、つかないのパソコン。なんかつかんくなった。ショートしたかも。マジかよ。マジかよ。まあ結構頑張ってくれたから、これフラッシュアウトした方がいい。いやでもね、途中で攻撃するのやめてくれたんだよね。いいやつすぎるだろ。うん、逆にポーク戦。逆にポーク打ってきたらヒールする、はい、おい、優しいな。どんだけ優しいんだよ。俺らだ甘いよ。おい、どんなところまで出てんだよ。死ぬぞ。はい。配信用ってことはゲームじゃないもんね。え？ゲームのせいじゃないもん。いや関係ないよ。いやナビも勝ったし、俺も勝つか。何してる？おい。うわ、死ぬかと思った。ヒー。おい、何してる？いや、マジ危なかった今の。おい、俺まで死ぬって。おい、おい、何しとる。うるせえ。終わりだ、終わりだ、終わりだ、おしまいだ。もう無理だよ。ディフィート。おい、じゃあ俺サポートやる。
待って待って待って、なに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 、サポうんぬんじゃなくない、今の試合 PC 不良で一人いなかったからね、ちょっとしょうがない。あれは確かにこの試合はじゃあ俺らの勝ちということで。パソコンはなんかずっと回ってる。でもさっき CPU 温度がさ見たことない数値になってたからさ、ついた冷めたんじゃない、冷めた。さっきなんか100 いきそうな温度で CPU のファン止まってんじゃね。ああそう止まってんすよね、よくわかったっすね。いや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 、なんでなんで止まってんの、止めてんのか。なんか壊れちゃった。だから今ガガガガガガってずっと言うからテープで止めた。多分それまた落ちるぞ。マジ。ファンなしは多分熱が上がったらしいね。あまあでもロールだったらな、逆に冷えるか。まあ配信用なんでね。まあクーラーつけてやるか。まあ消火器ある位置だけ確認しといて、家の近くで。もういないし。え？あもういなくない。マジかよ。ね、扇風機かなんか。またはもう無理だよ、もう。熱暴走だ。ダメだ。パソコンいる？欲しい欲しい。1世代前の AMD のマシン1台新品余ってるぞ。マジか。もらっちゃうかねー。まあ、もらうのかよ。あさってまでに欲しいとかだったら LINE に住所送っといてくれ。マジっすか。いやでもそうだ、梱包この昨日まさに昨日梱包なくしたからそのまんま送るわ。怖すぎる。怖すぎる。怖すぎる。パソコンにもあの伝票貼って。ダメなんかなそれって。ダメでしょ。ダメに決まってるでしょ。運送業者が困る。じゃあどうしよう。あ、わかった。じゃあ家まで取りに来てくれたら嫁が渡すわ。別に社会人じゃなきゃいいよ。なんでセーフなの。いやわかんないけど。いや顔見られたくねえかなと思って。嫁まさに会うなら社会人に会います。あ、そっか。